では一緒に勉強しましょうね。今日は、動物の名前やっていきましょうか。ここに動物。なんか書きましょう。何がいいかな。じゃあ動物ね。動物かなこれ。わかんない。じゃあ、いきます。コガネムシ。ああ、ここにありますね。これ。スケラブビートになってますね。ちょっと読みましょうか。コガネムシ、スカラブビートル。はい、スケラビートとはちょっと違うかもしれません。まあ、いいでしょう。これビートだけにしておこうかな。まあいいや、じゃ次行きましょうか。じゃあね、ユニコーンはどうでしょう。一角獣。一角獣、ユニコーン。ユニコーンだね。はい。じゃあ次ね。歌。あ、これ歌だって。ブータ。じゃあ一緒に読んでね。豚。せーの。pig。はい。じゃあ次は。大きな犬。大きな犬、big dog。お話に出てくる猫。お話に出てくる猫、一緒に読むよ、せーの。cat that appears in the story。Story. Cat that appears in the story. 一緒にね、読みましょうね。じゃあ次何がいいかな。人も動物だもんね。人。はい。man。man。次は、じゃあね、牛。牛、cow。カウじゃなくて、キャに近いね。じゃあ、今度は、プードル。プードル、プードル。シェパード。シェパード、シェパード。タイ。ああ、これタイランドになっちゃった。ちょっと待ってね。じゃあこれちょっとやめましょう。タイ。英語でじゃなくて、漢字で書きましょう。漢字、漢字。これ行きましょう。これ大丈夫でしょう。タイ、シーブリーム。馬。馬、ホース。2つからいきましょうかね。何がいいかな。珍しいの。アザラシ。アザラシ、シーオ。それから、セイウチ。セイウチ、ウォールス。ウォールラスね、ウォールラス。米付き虫。米付き虫、米付き虫。クリックビードル。クリックビートル。ホタル。ホタル、ファイアフライ。ファイアファイ。